こんにちは、シールです。私は普段マジシャンとして活動してるんですけど、今日はそんなお仕事で使うマジック購入品の紹介をしたいと思います。マジック購入品？マジック道具の購入品、マジック道具ですね。マジシャン歴は10年以上になるんですけど、年々道具は買わなくなるんですよ。皆さんいかがでしょうか？私だけかな？私だけかもしれないんですけど、経歴が経てば経つほど道具を買わなくなるという不思議が、私自身に起きてるんですけど、最近私がプロデュースしている東京エンタメ女子というパフォーマンス集団の、ショーを作ってるんですけど、そのショーの中の演目に取り入れたいマジックを、いくつか買ったので、今日はそちらを見せれる範囲でお見せしたいと思います。マジシャンの秘密ですよ。これは一番テンションが上がるやつからいきます。こちらです。ドン。マリオのマジック、スーパーマリオマジック10っていうもの。これマジック10、マジック10、初めてでも OK というマリオのマジックは Amazon で購入しました。確かね3000円弱だった気がします。一回 Amazon で売り切れになったみたいで、ちょっと待ったんだよね、来るまでに。小さなお友達からできるマジックグッズっぽいですね。子供から大人までみんなができる手品セットということで、ちょっと後ろピヨーンって、はい、こんな感じ。詳しい中身はまた後日改めて動画撮りたいと思います。ちなみに6歳から使えるそうです。すごい、私もできるかなあ。私の苦手なスポンジが入ってるぞ。頑張りたいと思います。はい、ということでこちらはまた後日お見せします。これだね。はい、こちら UGM さんで買いました。いや、あれなんか思ってる重さと違うぞ。多分リング買ったんですけど、リングそんな重いくなくない？そういうことか。なるほどね。定番ですね。店員さんのチャイナリングを購入しました。そしてなぜ重いか、重い理由が分かった。なるほどね。 UGM さんのこのカタログついてんだ。それ重いわ。まとめてお得です。リングより重いよ、これ。ずっしりやん。はい、リングはこちらで6本リングです。ステージ用のリング買いたくていろいろ探したんですよ。そういろいろ探した結果、やっぱ店員さんのリングが一番安心かなと思って、あとね、大きさがちょっと小さめなんですよ、リングが。これぐらい。パイプ製のやつとかかなり大きかったりするのと、あとこのなんとか製で大きいと結構重いんだよね。女の子はこのサイズのリングがちょうどいいかなと思って、で私、3本と4本と昔9本と、あとすごいこんな大きいリングとかも持ってるんですけど、もともと私が演じてたのが3本か4本だったんですよ。なので、あ、ないじゃんって思って、でそれでこの店員さんの買ったんですけど、買ってから気づいた。同じの持ってたっていうね。まさか持っていたとは。もともと4本リングやってて、多分2本どっか置いといたんだよね。自分のは4本なんじゃないかってすごい勘違いしてて、そしたら持ってました。はい、ちなみに店員さんのリングは UGM さんで、7200円でした。プラス税ですね。続きまして、名古屋の手品屋さんでハンカチを買いました。じゃらららららふっ、2枚になる。はい、じゃらららららふっ、2枚になる。はい、2枚ずつ買ってるだけですね。赤、黄、ピンク、青、緑、オレンジ、紫、水色。こんな感じでハンカチを買いました。手品業界だとシルクって言われてます。シルクのルーティンを考えてるんですよ。こんなに大量に買いました。カラフルでいいよね。うちにシルクはもうね50枚60枚あるんですよ。なんだけど今回何が欲しかったかっていうと、このね大きさ、これが、60センチのシルクハンカチで、この60センチを求めてた。今回まとめてたくさん買いました。ただまとめたからって安いわけではございませんでしたね。1枚900円、結構しない？ 60センチを2枚ずつ買って、ハンカチだけで1万5000円弱ぐらいした。ちょっとこれはねあんまり見せれないんだけど、ちょっと使い方が分かんない。どうやってやるのこれ。ちょっと初めてやるから分かんないんだけど、この帽子はもう元々持ってたんですけど、魔法をかけます。ラブマジックってやると、ラブマジック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 。ちょっと待って、もう一回いこう。ラブマジック。上手にできなかったね。みんなどうやってやってんの？ラブマジックってやると、はいー。ちょっと顔がビビった。パン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 、くす玉です。これで踊りたいのよ。使い方はちょっとこれから考える。これは1個2000円、2000円、2000円、4000円、ショーの中でチアダンスやりたくて、それで買った。これを4つ買った。2000円のポンポン。はい、2020年はこの道具を使ってショーを作りたいと思います。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。